じゃじゃん。今日は藤崎っていうところに降りてるんですけども、ここでもみじがとても綺麗なもみじ八幡宮っていうところがあるので、そこへもみじを見に行こうかと思います。まあその前にちょっとお腹空いたので何か食べて行こうかなと思うんですけど、何があるんだろう。以前ラタさんがおすすめしてくれていた麺ちゃん固定に行ってきます。天神の方はジズさんと TY さんと食べに行ったんですけど、ちょっと奥様が食べたことがないので、まあせっかくなので麺ちゃんこ行ってこようと思います。麺ちゃんこは相撲部屋で生まれて、麺とちゃんこで麺ちゃんこで博多のソウルフード、まあラタさんもおすすめしたぐらいなので、やっぱみんな食べてるんでしょうね。麺は結構太麺な感じ。あ、うまそう。味、あっさり、あっさりというかシンプルで美味しかったです。最後はランチのご飯を入れて雑炊にして食べたいと思います。博多華丸大吉さんも来てます。あの丘の上にもみじが赤くなってるのが見えます。いや、急に坂が出てますけど、ここを左に行くと、おお、そうそうそう、こんな感じ。こっち側に、正面があったはずなので、そちらへ向かいます。もみじ八幡宮来ました。やっぱりみんな写真撮りたくなりますよね。すごい赤くて綺麗です。もみじ祭りが11月の23、24の土日、ライトアップは17日から24日まで続いているそうです。夜は20時までです。もみじ八幡宮見たので、次は西陣に行ってちょっとお店いろいろと見てこようと思ってます。ここの先のおまんじゅう屋さんすごい並んでます。タピオカドリンク初めて飲みます。いただきます。タピオカってどんな味なんだろう。あ、疲れ。あ、もちもちなお餅だね。あ、美味しい美味しい。なんか前コンビニで買ったタピオカのデザートがあれ硬くて美味しくなかったんで、どうかなと思ったんですけど、ちゃんと飲んでみてよかった。